摂政、摂政、摂政、A、レジャンとは、君主制を取る国家において、君主が、幼少、女性、病弱、不在などの理由でその任務、政務や儀式を行うことができないとき、君主に代わって、それを行う、性を取ること、またはその役職のことである。多くの場合、君主の後継者、皇太子など、兄弟、母親、 あるいは母方の祖父や叔父などの外籍が就任する。1947年、昭和22年施行の日本国憲法、新公室典範でも、摂政の制度が定められた。日本国憲法の定めるところでは、摂政は天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は、天皇と全く同等である。天皇が青年に達しないとき、 重患あるいは重大な事故といった故障によって、国事行為を行うことができないと、皇室会議で判断された時に置かれる。摂政に似たものとして、国事行為臨時代行が挙げられる。天皇に一時的な入院や、海外訪問など疾患または事故がある場合に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任、国事行為臨時代行への直所の立ちによって、 故障のない青年皇族による国事行為の臨時代行が行われる。国事行為臨時代行が天皇の委任によって設置される委任代理機関であるのに対し、摂政は法律上の原因、天皇が青年に達しないとき、重感あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うとができないと、皇室会議で判断された時の発生により当然に設置される。 法定代理機関である。日本国憲法下で、現在まで摂政が置かれた事例はない。摂政は、青年に達した皇族が、以下の順序で就任する、皇室典範第十七条。親王及び王あるいは、内親王及び女王の就任順序はそれぞれ皇位継承の順序に、準拠する、第十七条、第二項。女性皇族でも、就任可能な点は、 後位継承資格との違いである。ただし、旧皇室典半では、皇族女子の摂政二人、するはそれの配偶、荒る者二元、る、同二十三条とされ、皇族女子、内親老、女王は結婚後、死別、または離婚で夫を失うまで摂政就任資格を凍結さていた。しかし、現在の皇室典半では、このような制限はない。また、または、 摂政となる順序にあたる者が、重患あるいは重大な事故といった故障があるときは、皇室会議の議決により、上の順序に沿って摂政または摂政となる順序を変えることができる。さらに、先順位にあたっていた皇族が、青年に達したり、あるいは故障がなくなったとしても、それが皇太子、皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 摂政が置かれるのは次の場合である。1に関しては、天皇が青年に達した場合、2に関しては、故障が解消され皇室会議の儀を経た場合、皇室典半第20条に摂政は廃される。皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を抗議する国の機関である。皇室典半28条以下に定められる。摂政に関して、 皇室会議で決すべき事項は次の通りである。出席議員の3分の2以上の多数で決する。皇室会議は、以下の議員10人でこれを組織する、皇室典半、第28条第1項、第2項。一般には、日本市長における摂政とは、天皇の直令を受けて天皇に代わって、政務を取ることまたそのものの職であると定義される。日本書記によると、 水古天皇の時の馬屋当時、聖徳太子が摂になったとされており、これが日本史上における摂政の最初である。日本初期の中で神宮皇后が失政した時期は神宮皇后摂政期と呼ばれているが、これは同皇后期を呼ぶ場合の便宜的な故障であり、摂政という用語は神宮皇后期の本文中には登場しない。以降何人かの皇族が摂政を行ったが、 律令において、摂政を取る役職は規定されなかった。しかし、866年に、藤原義夫が神化として、初めて摂政となって、以来、天皇の外籍となった藤原氏、藤原北家の者が、摂政、関白につくれいが生まれるようになった。ただし、義夫が、摂政に就任した時には、聖和天皇はすでに成人した後のことである。幼少の天皇には、 摂政が成人後の天皇には関白が置かれる慣例が確立したのは61代の天皇、須作天皇の在位中に摂政から関白に転じた藤原忠平が発令であるとされている。ここにおいて摂政は天皇に代わって政務を取る者の職である上下の官として定義されることとなった。摂政は幼い天皇に代わって政務を接する。 大事する職であり、少書の語学び及びその服装における小学を天皇に代わって代筆するとともに、当時において天皇の主要な体験であった感想を見ずることと地目、除夜を行うことを取り行った。また、天皇が出御する儀式、出御儀においては淵、代行を行った。また、伊勢神宮に法兵士を発見する際に天皇に代わって新筆宣明を書き、 アオグを、法兵士に伝えて、大敗を行うこと、即意式に先立って、天皇の代理として、天皇の礼服を見ずる、礼服ご覧ことが挙げられる。また、天皇の元服の際に、加官役を大乗大臣が、務めることになっていたが、通常は、摂政が元服に先立って、大乗大臣に任命されることになっていたので、官令としての摂政の職務のうちに加えられる。ただし、 天皇の代理ではあっても進化である摂政が、天皇の同伴なくして、うちの中心部にある四神殿や、清涼殿を用いることはできず、伊勢神宮への奉兵始発使いでは、四神殿での行事は省略され、官想、除衣、字木は、清涼殿ではなく摂政の時期路にていって、奏者、執筆担当者も大ではなく、参議や大弁が務めるなど、一定の格差は設けられていた。なお、 関白は、成人に達した天皇の補佐をする役割であり、天皇代行としての摂政とは、性格が異なっており、西宮木薪八摂政、関白、摂政の職務として掲げた項目のうち、関白に認められた職権は、感想に関するものだけである。藤原氏のもとで、摂政は、式揮時間である大臣に付随して兼務する官職と、考えられてきたが、かんな2年。 1986年、藤原金家の時に、式次官である、右大臣を辞任して摂政のみを占める参観になった。この時、摂政の待遇に関して、名望関門と、妙行関門が出された。前者においては、都市、校舎においては、摂政は参考とは、別格で、一般苦行と同列にすべきではない。従って、 九中においては参考より上位とすべきであると論じた。十一世紀の藤原道長の頃からは、県武の新世紀を除き、摂政もしくは関白は上地の官となった。以降は、外籍関係に関わりなく、上地摂政、関白のいずれかを藤原道長の子孫、御堂流が占めるように言った。鎌倉時代以降、藤原北家御堂流は、この部屋、一条家、 高塚紗や、九条家、二条家の御設家に分かれ、代々そのうち最も官位の高い者が、摂政、関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外は、藤原氏以外で関白となった、豊臣秀みの一名である。秀吉は、この家家有志、富士市長者、藤原秀吉として関白になる。ただし、藤原氏以外で摂政となった人物は、 平安時代から江戸時代までには存在しない。明治維新以前の摂政は、少書の代筆、上位、民間の志向など、天皇の行う政務のほとんどすべてを対抗し、その権限はほとんど天皇と変わりなかった。1868年、王政復古により、摂政二条成行を罷免。摂政職は、関白職、正位大将軍職ともども廃止され、 満15歳の明治天皇が震災する建前となった。1889年、明治22年、大日本帝国憲法及び旧皇室天板交付により、天皇が青年に達しない時や、旧期にわたる故障により、失政を行うことができない時、摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められた。摂政は、 天皇とほぼ同等の権限を有したが、大日本帝国憲法75条の規定により、憲法改正と皇室天範の増保、改正に関する権限はなかった。日本国権には、このような規定はない。旧天般下では、皇太子博人新郎、後昭和天皇が1921年、大正10年11月25日より、1926年、 大正15年12月25日の大正天皇法御とそれに伴う自らの後位戦争で摂政を務めた。この間、摂政宮、摂政の宮と称された。藤原忠実摂政専明、長屋軍斎十二専明、大正天皇昭官白右大臣、藤原阿蘇補道年、ためとも重臣味その精神洋式企画全速交代士、 天筆儀賞伝子三親一万期の間、安助養主設業政治一如ただ一高古事賞、五命集危機、職選過剰二年七月十九日、訓読文大情報王、白川法王五十五歳の御事と乗り、り玉筆楽、関白右大臣、藤原阿尊、忠実三十歳は、タスク、穴の日導くこと年に久しくして、朝、御門、朝廷のことの重心たり、 その誠の心を見るに、幼主、賭場天皇五歳を、帰宅しつべし、力場乗り、砂は、思考大使、ひつの御子、送人信号。後の賭場天皇、天津棺を受けたまわり、受け伝えたまものして、いまだ満期を、親、みざるの間、幼主をほ、休んじたすく、あなな、して、政治、祭りごとを、説、と、利行なしせむこと、一、もはらただひと 藤原義房の孤児のごとく西洋と御事とりを命、乗り友王をお褒めことを襲撃職、諸々聞こしめせと、千、乗る、過剰二年、千百七年7月19日。天皇の元服後に部任、憲法、千八百十四年制定。統治法、憲法に、総統、千九百七十四年制定。 憲法、1978年制定第59条スペインブルボン朝では1885年にアルフォンソ12世が救世し、翌年、1886年に誕生したアルフォンソ13世が、大いにつくが、成人して1902年に申請を開始するまで、母親のマリア・クリスティナが摂政を務めた。国王の未成年、病気及び不在時の行政に関する法律。 1871年、制定。憲法、1814年制定。憲法、1831年制定。カタール高級基本法、憲法に相当、2004年制定。憲法、1962年制定。憲法、1952年制定第28条繁栄傾向の強いタラール一世の即位が懸念されて。 弟のナイフが摂政となるが、結局タラールは範囲となった。憲法2008年制定。中国では皇帝が執務不能である場合に皇族が韓国として政務を主催する例がある。韓国には主として皇太子はつくが、新では皇帝の叔父ドルゴンやジップ、厚志新郎はじめが摂政や韓国として政を取った例がある。 モンゴル帝国ではクリル隊によって皇帝大藩が選出されるため皇帝が崩御すると韓国が新帝選出のためのクリル隊招集開催中までの政務を取った第五代皇首来によって建てられた大元ウルスにおいて皇帝姿勢が定着していくと韓国が置かれるケースは少なくなっていった。また歴代王朝を通じて皇帝号が水田調整を行う場合もある。 チベットにおいては、チベット仏教の最高指導者と政治上の最高指導者を兼ねるダライラマ、法王は死去した後も転生によって、この世に生まれ変わり続けると信じられていた。ダライラマが逝去した際には、チベット仏教の構想の中から摂政が任命され、転生者の創作の責任を負うとともに、新ダライラマが成人するまでの間の政治の全権を掌握した。 現在のダライ・ラマである天神・ギャツオ、ダライ・ラマ十四世の場合にも、即位の1940年から、中国人民解放軍のチベット侵攻後の1950年までの、間は、摂政、初期は、レテン・リンポチェ。後半には、タクバ・リンポチェが置かれていた。古代ギリシアでは、マケドニア王国において、時折摂政が置かれ、しばしば摂政による君主の殺害や散脱が起こった。 アエロポス二世によるオレステスの殺害、ピリッポス二世によるアミュンタス四世の敗位。アケメネス朝、ペルシアを征服して大帝国を築いたマケドニア王アレクサンドロス三世、大王の死後、紀元前三百323年、王位は生まれたばかりの維持アレクサンドロス四世と大王の異母兄弟で知的障害者のピリッポス三世が共同で継承することになった。 当然のことながら彼らに統治能力はなく、摂政が置かれることになった。当初は有力貴族ペルディッカスが摂政に就任したが、彼に不満を持つ諸将は彼を滅ぼして、重臣アンティパトロスが摂政に就任した紀元前321年。しかし、アンティパトロスの死後、紀元前319年、息子のカッサンドロスとアンティパトロスから地位を譲られた老将。 ポルペルコンとが、摂政の地位を争い、ポルペルコンを懐従したカッサンドロスによって、アレクサンドロス4世は殺害され、大王の血統は断絶した、紀元前309年。東ローマ帝国では、聖職者の長である、コンスタンティノポリス総主教が、摂政役を務めたこともある。また、戦艦期のハンガリー王国におけるホルティミクロー主や20世紀中央の、 スペインにおけるフランシスコ・フランコのように、君主が、不在のまま摂政のみが置かれることもある。イラク王国では1939年に、ファイサル2世が3歳で即位したために、母片おじのアブドゥルイコール・イラーフが摂政を務め、1953年に、ファイサル2世が申請を始めるとスメラフ当時となる。ハワイ王国では摂政にあたる養殖として、クヒナヌイ、がある。 カメハメハ一世がカメハメハ二世へ恩意継承する際、その実勢能力に不安を感じたことから新設された地位で初代クヒナヌイとしてカメハメハ一世の妻カーフマヌが担当した。1832年にカーフマヌが他界するとカメハメハ一世の娘であったキナウがクヒナヌイに就任し、以降クヒナヌイはカメハメハ王朝の指導的役割を果たす役割として、 定着した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。